皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はいつものようにですね、元参議院議員で国際政治経済学者の濱田和之さんに来ていただいております。濱田先生、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。あの毎回ね、濱田さんからはですね、非常にこう内外、特に国際情勢についてのね、深読みといいますか、知見をいただいていてね、今日もあのまた新しいお話がね聞けると思って楽しみにしております。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、それで、最近行われたですね、ロシアの大統領選挙ですね、はい、3月17日でしたか、まあ3日間ね、はい、あったんですけども、そうですよ、ね、17日最終日で、それからね、結果が、結果がね、まあ、その日の夜遅く、次の日の朝確定したということですね。プーチン大統領の圧勝でしたね、予想通りですね。まあそうですね、87% のですね支持率ですから、これまででも最も高い、最高ですよ。まあ戦時中というのもありますよね。まあそうです、戦時中ということもありますし、まあ、あらゆるメディアをコントロール下に置いていますから、うん、まあ、そういう側面もありますからね。国民有権者のね気持ちを自分の方に引きつける、そのね結果もありますよね。それとまあ投票のプロセスの中でかなりねこう作為的に票がその操作されたんではないかという指摘は出てますけどね。指摘噂、これはもう前々からずっとね続いていることですよね。まああの立候補予定資産のね取り下げとかね、そういう動きもありましたので ね、まあ、ウクライナ戦争にね反対の意見をね、はい、持ってる人だとか、うんうん、まあ、プーチン大統領そのものに対する、ね、不信感をね、うん、抱いているような立候補者は全て事前に、ね、うん、シャットアウトされてますから、うんうん、はい、まあ、計4人のね、プーチン大統領を入れて候補者が争ったわけですけれども、はい、もう最初から出来レースと言っても過言ではない、うん、そんな状況でしたね、うん、ただあのロシア国民のこうあっからいの部分はやっぱり今の段階ではプーチン大統領支持というのはやっぱり多いのは間違いないんじゃないですか。まあそうですね、87% かどうかはね別ですけどね、うんうん、それやっぱりね、あのプーチン大統領というのは、はい、まあ、愛国主義というかですね、うん、こう自分こそがロシア、うん、あの国民のため、そして旧、まあ、ソビエト帝国をですね、うん、もう一度復活させるんだというですね、うん、まあ、強いメッセージをねずっと、まあ、引き継いできているわけですよね、うん、でまあ、比較的経済もね今順調に伸びているんです。あ、ですよね。ウクライナ戦争を、ね、きっかけになって欧米諸国ロシア制裁があったにもかかわらず、それはなぜかというと、やっぱりね、ロシアっていうのは天然資源が豊富なんですよね、うん、ですから石油、天然ガス、さまざまなですね、地下資源、そういったものがですね、やっぱりね、この機会ですから、インドだとか中国とか、ね、いわゆるその人口の多いグローバルサウスにですね、結構安い値段でロシアが売りさばいているんですよね。だからその結果、まあ、欧米が期待したような経済制裁によってロシアのね経済が疲弊して、まあ戦争なんかやってる場合じゃないということになってほしいと思った経済制裁がなかなかねそういう効果を発揮してないんですよね。ですよね。それにしてもプーチン大統領は20年近くですか、それ以上ですか。そうですね、ロシアのね権力のですから今回ね、あの再選されて5期目の大統領ですから、そうなると、まあかつてのねスターリンとかレーニンとかね、そういうね歴代のこう最高指導者をうんとねもう抜いて、まだじゃないですか、スターリンをもうすぐ抜くっていうね、今回で5期目が終わればね、はい、はい、ただ真ん中メドベージェフが大統領になった時期もありましたね、一時期ね。それはまあ当時の憲法ではね、あの3期目できなかったですよね。だからそれをね一応だから短期的にバトンタッチをして、その間にロシアの憲法を変えて、うんうん、彼がもう終身、大統領にですね就任できるように、
そういうことまでね、強引というか強権を発動してやってるわけですよね。中国にもそういった動きがありましたね。そうですね、ですから、まあ、中国とロシアっていうのは馬が合うというか、5月にプーチン大統領の、ね、就任式が行われるんですけど、その就任式の直後、プーチン大統領は北京に乗り込んで習近平主席とですね、首脳会談を行うということをね、すでに公表してるんですよね。中ロ蜜月時代ですね。そうですね。そこにまあ北朝鮮もね加わって、ね、金正恩、彼がねやっぱりこう国内なかなかね食べるものない、薬もない、災害も多い、そういう中で、ね、疲弊してるわけですね。でもそこにやっぱりね、今までは中国が積極的に応援してたんですけれども、はい、まあ、中国は少しね北朝鮮と距離を置き始めて、そういう部分もありますか、はい、だからその代わりにロシアが今全面的に北朝鮮をですね支援してる、まあ、ですからね、ウクライナ戦争で必要な武器弾薬、これを、ね、北朝鮮が提供する、そう保有していた古い、旧ソ連製ロシア製のものをねどんどんね今プーチン大統領のもとに提供してるわけですよね。だからプーチン大統領にとってもこのね北朝鮮の、まあ、協力があって戦争が、まあ、継続できるということになってるんですね。で、その直後に起こったですね、はい、モスクワのコンサート劇場でのテロリ事件についてもこれからお話しさせていただきたいと思いますけれども、その前に、ウクライナは今どうなってるんですかね。いや、ウクライナはですね、まあ、もう2年過ぎて3年目に入っているんですよね。ですからなかなかね厳しい状況で、当初ね、まあアメリカやねイギリスや NATO がバックアップすれば、そのロシアをね追い返して独立をねこう言ってみれば獲得維持できる、もし自分たちがロシアの言うなりになってしまえば次はあなたたちですよって言ってヨーロッパの国々にですね、もっともっとね力を合わせてプーチンをね追い返そうということをやってたんですけれども、なかなかね反転攻勢がこれといった成果を上げてない、ね、まあ明白な失敗と言ってもいいですよね。そうですね。だから、まあ、ウクライナの中でもね、ゼレンスキー大統領に対する信任不信感が今とても、まあ、広がってきている。ですから本来であればね、もうこれからウクライナはね選挙、大統領選挙をやるっていうことが憲法で規定されているんですでしたね。でところが、まあ戦争が継続中であるということをもっけの幸いにですね、もうゼレンスキー大統領はもう無期延期、選挙をね、だからというのは逆に言うとね、今もしこういう状況で選挙をやればですね、まあかなり厳しい結果にならざるを得ないという恐れがあると思うんですよね。あのライバルの一人と言われていた軍のトップを解任しましたよね。そうで、イギリスの大使に、ね、追いやっちゃったですよね。あの方はかなり、ね、人気があったと言われてますね。大統領より人気が高かった、だから、ね、ゼレンスキー氏にとっては強烈なライバルなんですよね。だってまあ元々ねゼレンスキーさんっていうのはね、まあ、喜劇俳優役者ですからね、それ軍事のことだとか政治のことはねど素人なんですよね。で、まあ、たまたまねこう人気、ね、国民のしもべっていうね人気ドラマで、高校の先生だったのが突然ね腐敗問題をね自分はね撲滅するんだということで選挙に出て、あれよあれよという間に大統領になっちゃった。本当ですよね。それがね実際にそのままやっちゃったわけですよね。まあですからね、騙されたというか国民もね期待はしたんですよ。最初は当初は支持率がね7割8割高かった。今最近の世論調査も2割3割ですよ。だからね、公約として掲げたのもね、そのロシアとのこう関係改善って言いますか、で、ドンバス地域でのね、住民の自治を尊重するようなね、そういうものだったのが大統領になってコロッと変わりましたよね。そうですよね。まあですからね、これもね、まあ、彼自身が本当にね政治を通じてどういう国をね作っていくのか、やっぱりこう隣国であるねロシアね、もともとはね一体化していた関係なわけですから、そこでしっかりね交渉をして自分たちの国民のね生活
経済安全保障を守るという姿勢を示さなくちゃいけないのに、それに待ったをかけたのがやっぱりアメリカですよ。本当ですね。だからロシアとねウクライナが仲良くなっちゃったらですね、こうアメリカからするとですね、こう軍産複合体のバックアップの下で、はい、今のね、バイデン政権も成り立っている面があるんで、それをなんとか潰そうということで、本来であれば、ね、ロシアとウクライナはねもう、まあ、和平交渉をやってたんですよね、もう協定調印の側前まで行ってたんだけれども、そこにイギリスのね、ジョンソン首相が乗り込んできて、そうですね、やめろと言われた。なんとそれ、2022年のね、ロシア軍の特別軍事行動作戦が2月ですよね、そうですね、その直後と言ってもいいね、3月の終わりから4月にかけてね、もう事実上の停戦合意ができていた。そうできてた。だからね、それはやっぱりね、戦争はね、こう避けるべきですけれども、はい、実際ね、そういう戦争の火種、ね、がどこにあったのかというと、まあ、やっぱりね、ロシアにはロシアの言い分、ウクライナにはウクライナの言い分があるんですよ。でもロシアの言い分はやっぱりウクライナの東部に暮らしているね、ロシア系のウクライナ人、ロシア語を話す、ね、彼らがね、こうウクライナのネオナチ勢力によっていろんなですね、迫害を受けている。で彼らを守るためにやむを得ず、まあ、入っていったという、まあ、ストーリーなんですよね。まあ、ですからね、そういうことを考えると、まあ、ウクライナの側にもですね、妥協すべき余地が多分にある、でもそこをね、なんていうかこうイギリスやアメリカの言われて言われるままにですね、ですね、こう交渉を蹴ってしまった。だからその結果ね、実際に戦争が始まって、もう3年目に入っているという状況ですね。ですね。ただその情報はですね、はい、インターネットとかではそれなりに流れていたんですが、僕は驚いたのは、はい、去年の終わり頃でしたか、ヤフーニュースでですね、その停戦合意をこう壊したのはアメリカ、イギリスだという情報が出てですね、はいはいはい、西側のね、情報でもそれをね、流すようになったんだという大きな ね、 そうですね、変化を感じましたけどね。それでまあね、当 の、 そのジョンソン、ね、元首相はですね、はい、すごい怒り心頭に発してます。でしたよね。いやだからこれはみんなね、こうロシア側のね、こうフェイクニュースだみたいなことを言ってるわけですね。でも全くそんなことはないと思うんですけどね、そうですね、はい、だからまあ国際政治の現場ではね、情報戦というのはね、当たり前のことなんであってですね、どっちが言ってることが正しいのか、やっぱりそれは受け取る側、我々一人一人がいろんな情報源を当たってですね、どっちの言ってることがね、こう信憑性が高いのか、それをチェックするという ね、 ですね、それはまたメディアの責任でもあると思いますね。ただそのメディアがね、それを果たしてないというのが大問題ですよね。まあ確かにそうですね。 ISF は頑張ってますが、浜田さんにも出ていただいてですね、もっともっとね頑張っていただきたい、はい、と思いますよ、はい、関連して言えばあれですよね、ミンスク合意もね、もう時間稼ぎであったっていうのを後からね、そうなんですよね、メンケルとかね、そうですね、暴露してますよね、言ってますよね、はい、まあ、ですからね、後になってもなるほど、いろんなね、こう当時は、その当時はね、極秘扱いであった、そういうね、情勢っていうのが、ポツポツと、まあ、表に出てくるんですよね。ですよね。それを言って、はい、なんて言うんですか、居直ってるっていうかね、はばからないというのが、ちょっとね、どういう神経かとは思いますけどね。まあでもね、ロシア人もウクライナ人もね、もともとはね、同じね、スラブ系ですからね、なんていうかこう、自分たちの思いっていうのをどうやって広めるか、ということに関してはですね、まあ我々ね、アジア系の人たちとはまた違ったね、強みというかですね、こう凄みを持ってますよね。例えばね、ちょっと先お話になったね、3月22日にこうモスクワのね、こうコンサートホールでテロ事件が起こりましたでしょ。はいはい、それで今からお聞きしようと思いますが、それでね、まあ140人ぐらいがね、命を失って、もっとたくさんこれからね、まあ、負傷の人たちが入院中ですけれども、もっと被害がね、負傷者が、死傷者増える可能性がある。ですよね。負傷者の中に重症者かなりおられるっていう、ね、いや、話も出てますね。いや、それでね、まあね、僕がね、一番注目したのはね、それはね、このテロ
っていうのはやっぱり首謀者がいて、うん、こうウクライナも欧米もこれはね IS、はい、ねイスラム国がやったんだ、うん、ということを言ってますよね、うん、で片っぽプーチン大統領いやいやそんなことはないと、うん、これをやったのは背後にですね、うん、そういうイスラム国というかねこう過激化をそそのかしてこうロシアのですね治安をねこう混乱させるということに、まあ、目的をね、うん、フォーカスしている欧米のそういう諜報機関とか軍事関係者が動いてるんだということで今ね激突してるんですね。ですよね。 でもね私がねすごい面白いなと思ったのは当のウクライナ、うんねゼレンスキー大統領はねもう最初からいやいやウクライナは全然ね関与してないよと、ねうんうん、あの4人の実行犯がね車に乗ってウクライナの国境線の近くまでねこう逃れようとしていてその途中で、ね、ロシアによって拘束されましたでしょ、うん、プーチンは発表してますよ ねプーチンはそれをもってこれ明らかにウクライナがねこう、うん、裏で糸を引いていたんだ、うん、ということを言ってはいるんですけれども、うんまあ、そういう今ねお互いがね責任のなすりつけをやっているんですが私がね結構面白いなと思ったのはそのねウクライナキエフにあるですねレストラン、うんうんねはい、今人気メニューの一つこれがですねなんとね今回テロ事件が発生したモスクワ郊外のですね、はい、コンサートホール名前を冠につけたフライなんですよ、はあ、要するに多くの人がねあれ火をつけられて焼け死んだ人も多いんですよ、ね、だからねその焼け死んだ人をね目の前のね寮のフライと関連付けてね、自分たちは、うん、あの、ね、モスクワでね焼け死んだ人たちのことを噛みしめながらこのフライを食べてるんです、はあ、みんなで食べましょう。おぞましいですね。おぞましい、ね、それはねなぜかというとねこれはゼレンスキー大統領がね、うん、こう言ってることはですね要するにプーチン大統領っていうのは自分の国内のいろんな問題を、はいうん、脇に置いて、うんこういうね残虐なねこうテロ事件を起こして、うん、その責任を我々ウクライナに、ね、押し付けようとしてるんだ、うん、そんなね陰謀やねフェイクニュースに乗るわけにいかない。だから我々はねそんなプーチン大統領のね思惑をね吹き飛ばすためにこのフライを食べて頑張ろう。いやそれはちょっと無理のあるね、まあ、説明ですね。無理筋なんだけれども、まあ、それくらいのことがねロシアでもウクライナもそういうね一般の人たちの間でねそういうことがねまかり通ってるんですよね、はい、とっても日本ではねちょっとね想像つかないと思いますけどね。ゼレンスキー大統領はね、はい、あのような卑劣な非人道的行為は我が国はしないという言い方を言いながらですね それを絶賛するような動きが、うんウクライナの中ではね出てるということですよね。いやそうなんですよ。それともう一つ私がね、はい、気になったのはねこの事件が起こったね、はい、3月22日2日ですね、はい、322、うん、何かひらめきますか。322、はい、え322これはね、うん、紀元前322年にね、はい、こう歴史をねこう遡るとですね、うん、なんとね紀元前322年っていうのはですねアテネがそれまではね民主的な国家であったんですけど、はい、紀元前322年にねこう反乱が起こってですね、うん、独裁国家に大きくね転換するそういう年なんですね。ですからアメリカでもですねヨーロッパでも、ね、この322というとですね言ってみれば民主主義後は崩壊して独裁的な体制になった、うん、そんなね年そんなことをですね、うん、こう推し進めるまあそういったその特別な過激派にとっては特別な年であると、はい、でもこの特別な年ではあるんですけれども、傑作なのはですね、はい、そのアメリカのね、まあ、CIA がね自分たちの人材源としてですね、とても重宝しているね、アメリカの大学、イェール大学にですね、
スカル&ボーンズ、有名だね、有名だね、ブッシュ親子も、そうそう、ブッシュ、そう、スカル&ボーンズ、はい、この彼らがですね、このね、322を合言葉にしてるんですよ。あ、まあだからね、なんかね、そういうことをね、まあいろいろと考えると、どうもね、ただ単にこうコンサートホール、でですね、多くの人が犠牲になったということだけではなくって、その背後にね、そうやって隠されたね、こう動きっていうのはどうもあると思われるんで、まあ我々もね、そういったね、歴史についてね、目を尖らせる、はい、ということが必要かなと思っています。まあ、プーチン大統領は明言はしてませんが、やっぱりウクライナ方面に逃げていったという途中でね、捕まえたわけですから、そうですね、ウクライナ軍の関与もね、まあ、示唆していますし、うん、後から出てきた情報ではね、うん、ウクライナ軍の特殊部隊と、うん、米軍というか CIA ですかね、うんうん、の関わりも指摘する、そうそう、で今回ね、出てますよね、ウクライナとの国境近くで逮捕拘束されて4人のね、はい、キルギスタン人がいたでしょ、いました、はい、でタジキスタン、あ、そうか、タジキスタンでしたね、タジキスタン人、はいはいはい、そのね、4人のうちの1人、アジエフというですね、はい、こう人物はですね、なんとウクライナの市民権を持っていて、2020年にはですね、ウクライナの正規軍に、うん、まあ、参加して戦争経験、これを重ねてきたという人物、ああ、もう正規軍出した人なんですね。だからね、そういうところをね、おそらくアメリカもね、うん、こううまく使って、まあもともとね、このなんていうかな、タジキスタンっていうのはですね、旧このソ連邦の中では最も貧しい国の一つ、うん、私も行ったことありますけど、中央アジアのね、そうですね、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタンって言いますよね、うん、そうですね、だからね、その中でも特に貧しいんでですね、うん、まあ多くのね、国民がやっぱりこう職を求めて、うん、こう海外にね、こう流浪の民のことをさまよっている、うん、だからロシアだけにもですね、もうね、多くのね、100万人を超える、ね、移民が入っている。だから今回のね、こう実行犯も何か、IS のサイトからね、誘われて、まあそういうテロに参加すればね、日本円で60万円、50万から60万円もらえる。でこれはね、なんていうかな、タジキスタンの人からすると年収のね、2年分に相当するわけですよ。まあそれはあれですよね、ロシア軍にこう捕まった後、はいはい、尋問に答えて、うん、答えてましたね、映像にも出てました。そう、あれ相当ね、なんかこう殴られてね、はい、こう耳切られたりとかね、こうペニスにね、こう電流を流さ、やっぱ拷問的なあれもあったんですね。そういうシーンがね、まあ、ネット上に出てくるんですよね、検索するとですね、百何十人もね、死んでますからね。そうですよね。まあでもね、そういうことがね、こう日常的に行われている、うん、まあ、今回ね、日本人から見ると、え、140人も50人もね、テロで、命を失った、すごいね、虐殺じゃないか、うん、と思いますけれども、うんうん、まあ、実はね、ロシアでもね、ウクライナでもね、それこそ、そのタジキスタンだってですね、似たようなテロ、うん、これはもうしょっちゅう実は起こっているんですよね。モスクワ劇場占拠事件もありましたね、2000年の初めぐらいでしたね、うん、そうですよね、うん、まあですからね、チェチェン関係者ということですね、はい、そうそうそう、おっしゃる通り、まあですからね、まあ今回ね、もう一つ注目すべきはね、トルコ、うん、ね、この4人のね、あのタジキスタン人のうちのね、1人はね、実はトルコから回り回って、まあ、ロシアに潜入してたっていうことがはっきりしてた、でそれはどういうことかというとね、やっぱりトルコっていうのはね、エルドアン大統領の下でですね、はいはい、もう過激なね、イスラム主義的な傾向があるんですよね、うんうん、ですからこのクルド人も弾圧してます、ね、そうそうそう、はいはい、だからエルドアンさんから見るとですね、このタジキスタンっていうのはね、兄弟国という形で、タジキスタンにもたくさんのね、そういう過激化
潜在的なテロリストをね、こう呼び寄せて、うんうん、そこでこう武器を与えたり訓練を施して、うんうん、それでこうあちこちにばらまく、うんうん、ということをやっているんですよね。まあですからね、そういう今の現在の世界のね、情勢を鑑みるとですね、これはね、ますますこれからね、あちこちで似たようなテロ、これが起こってくるということが想定されますね。ただ、このエルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領との関係は悪くなかったんだ。そうそう、今まではね。ですからね、そのあたりがね、ちょっとやっぱり宗教問題が絡んでくるとね、こうガラッと変わる可能性がある。プーチン大統領自身はイスラム過激派が今ロシアに攻撃をした仕掛けてくる理由はほとんどないのではないかということで、やっぱりウクライナ軍とその背後のね、CIA を強調していたと思いますけれどもね。ただ僕はですね、アメリカの動きがおかしいなっていうのはね、ISIS ですか、イスラム国がやったと、まあ、一応そういう声明が出たということでもありますけれどもね、テロ事件のもう数分後ですよ、だからおかしいですよね。おかしいですよ。まだ何もね、背景も分かってない段階でこれはね、ISIS がやったことで、ね、しかもウクライナは一切関与してないってことまで言ってるんですよですよね。そう、なんでロシアが調べる前になぜアメリカがそんなことを言えるのか。そうで、もともとそのイスラム国は、オバマ政権の時のね、ヒラリー・クリントンなどがね、武器も含めてね、支援して作ったね、テロ組織であるということで、アフガニスタンでね、ほとんどアメリカの傀儡じゃないですか。おっしゃる通り、はい、いやだからね、今回の事件を受けてね、なんとあのフランスのマクロン大統領ね、今年パリでオリンピックあるじゃないですか。ありますよね。それがね、これは大変なことになりかねない、だからモスクワでああいうね、テロが起こってこう IS がね、それに関わってるとなると、我々ね、パリのね、オリンピック・パラリンピックにもですね、何らかのね、そういうテロが仕掛けられる可能性がと言い出してですね、そのフランスにおける、ね、特殊部隊、テロ対策をね、まあ、全面的に強化するということで、まあ、国民の間にですね、今フランスってすごい今揉めてる。いや、揉めてますよ ね、はい、だからね、そういうテロ事件をうまくね、こう味方につけて自分の政権の浮揚を図る、まあ、言論統制ね、超監視社会をね、そうなんですよね、この機に一気にという思惑も見えますよね。おっしゃる通りですね。それで今ちょうどフランスのマクロン大統領の話出ましたけども、最近の発言でですね、まあ、ウクライナも事実上敗北に追い込まれていると思うんですが、このままロシアの勝利にさせてはならないということで、フランス軍をウクライナに派遣するかのようなね、そう発言をして世界を騒がせましたよね。そう、でそれはね、言ってるだけじゃなくてね、もうすでにね、キエフの南方の方のですね、集結してるんですかね、陣地ね、フランス軍でイギリス軍、ドイツ軍、そしてアメリカの特殊部隊、もうみんなもうね、結集してですね、NATO 部隊ですよね。そうそう、だから、まあ、ロシアからするともう NATO との全面的なね、対決になりかねない。プーチン大統領もし総軍になれば、俺たちはね、核を使わざるを得ないという状況もあり得ると言ってね、予防線を張ってるわけですよ。ですし、最近もう特別軍事行動作戦ではなく戦争の段階になったという宣言をね、プーチンはしましたよね。まさにウクライナとの軍事作戦ではなく、もう NATO、アメリカとの戦いになりつつあるということで、ね、まあ、大統領の意向を受けてね、パトルシェフがね、そういうことをね、戦争ということをね、言い始めましたよね。それはロシアの国内にもね、やっぱりそういうね、今戦時体制なんだと、だからしっかりね、みんなでね、一致団結してこの自分たちの国を守ろう、でロシアは今ね、そうやって NATO からね、国際社会からね、今ね、戦争を仕掛けられているんだ、そういう切り返しなんですよね。ただですね、本当に NATO 軍はロシアとことを構える気があるのか、そうだとするともう狂気の沙汰ですし、そうでないとしたらなんでそのような挑発っていうかね、それはもう明らかで、
ね、軍産複合体、うん、要するに戦争の可能性、そういうことになればですね、もっとやっぱり、ね、抑止力、はい、軍事力で、ね、自分たちを守らなければダメでしょう、うん、ね、そのためにはアメリカやイギリスからね、もっともっとたくさんですね、こう武器を買いましょう、こういう流れを持っていく、それはもう明らかですよね。だって NATO が、ね、今ロシアとねこう戦ったって、ね、ロシアにも7000発のね核ミサイルを持ってるわけですよ、はい、もう全然ね勝負ならない超高音速のねミサイル持ってる、極超音速ミサイルを実戦配備できてるのはロシアとか中国だけですよ ね、 すよね。アメリカとかヨーロッパはまだなんですよね、まだね。だからまともにねロシアと戦争しようということは NATO の、ね、指導もないんですよ、うん、そんなことやったら終わりだから。米ロが戦ったら、うん、ロシアが勝つとあのタッカー・カルソンじゃなくてスコット・リッターが、うん、あーリッターがね、言ってましたよ、うん、だからそういうね、まあ、冷静に分析すればね、はい、そういう可能性が高い、わけですけれども、うん、まあね、そこはねお互いに情報戦ですから、うん、自分たちの方が有利なねこう展開ができるんですよ。その、ね、原点になっているのはやっぱりね強力な軍事力、ね、ということですよね。ただ隠されてきていますが、うん、NATO 軍の一員であるポーランド軍がもう2万人ぐらいずっとウクライナに入って戦っているという話もありますし、うんうん、まあ、米兵その他の特殊部隊か傭兵かね、うんうん、分かりませんが、もうかなりそこら辺もね入り込んで戦っているという話がずっと出てますよね。いやですから、ね、その傭兵の話で言うとね、例えばインド人の傭兵とか、うん、ネパール人の傭兵なんかもね、もう入ってる。インド人、ネパール人ですか。インド人、ネパール人は現地でね、やっぱりね、死んでるわけですよ。だからインドの外務省もね、ネパールの外務省もね、おのおのね、ロシアの外務省、ウクライナの外務省にね、自分たちの、ね、国民は騙されて、うん、ね、この戦争じゃなくって、ちゃんとしたね、仕事、うん、の場があると言われて連れて行かれて、実際に行ったら戦場にねこう導入されて、まだ武器の使い方もわからないのにこう戦争やらされて、でまあ結局何人も死んでる。そういうケースあるんですね。だからねそういうところがねやっぱ怖い。実は日本人も行ってるというので、そうそう、一応 YouTube で発表してる人もいますよ。数は少ないですけれどもね、うん、数十人なのか数百人なのか分かりませんけど、そうですね、だからそういう日本人の人たちはやっぱりね、ロシアからウクライナを守らなければいけないというような思いが前面に出てるんですよね、うん、だからそういう傭兵であればお金もね、まあ、その問題もありますけれどもね、はい、ただある種正義感というかですね、うん、日本のマスコミはねもうプーチンイコール悪、うん、ロシアイコールね悪魔、悪の帝国ね、そういうことがねこう浸透してるじゃないですか、はい、だからそういう状況下に置かれている、ね、弱い国、弱い国民、ウクライナやウクライナ人がやっぱり救おうじゃないか、うん、という形でこうどんどんねこう行ってしまう人がやっぱりいるんですよね。ただ僕は、まあ、もう体制は消してると思ってますし、うんうんうん、まあ、ウクライナ支援をね、うん、あのアメリカ議会が止めているという、うん、ヨーロッパは まだねやってますけど、うんうん、でまあ、今大統領選挙の最中でですね、うんうん、プーチンが復活すればですね、あ、プーチンじゃない、トランプがですね、もしトランプ復活すれば、はい、もうすぐに直ちにね、ウクライナ戦争はやめて、そうですね、うん、そうですね、だってね、まあ、全然余談だけど、今回のね、はい、モスクワのね、コンサートホール、はい、ね、クロッカスシティホール、ここのオーナーはね、トランプの親しいとお友達なんですよ。あら、そうですね、それは初耳です。いやいや、だからね、もうね、水面下ではね、うん、もうね、バイデンだろうとトランプだろうとね、もうがっちりね、握ってる部分があるんですよね、まあ、だからそういう点はね、日本人っていうのはね、なんというかこうピントがずれてるというか、やっぱりそういうね、こう生のね、こう利権がこう取り交わされてるような現場から距離を置いちゃってるでしょ。ただ、
日本もこのウクライナにかなりもう深入りしてきてますよね。そうですね。だから岸田首相も行きましたし、上川外務大臣も行きましたしですね、復興会議をね、東京でやってやりましたね。で1兆何千億円ですか。そうウクライナにね提供するということです、ね、それから武器もいろんな形で迂回しながら、そうですよね。さらになんか戦闘機のね、新しいやつも第三国、まあ、一応まあ戦闘機に関してはね、戦争をやってる国には提供しないという歯止めをね一応かけてはいるんですけれどもね、そうですね、経由すればねできるようになる。ああ、ね、日本がどこまでそれをコントロールできるかというとね、それはありえないですよね。いやだから日本はもう平和国家からね戦争国家になりつつあるとね、そうですね、憲法変えられたないにもかかわらずね、国会でもねきちんとしたね審議、全く経ないでですね、まあ閣議でね一応了承する、閣議決定だけでね、そうなんですよね、運んでいくと。おっしゃる通り、安保法制もそうでしたね。そうでしたね。まあだからどんどんそういった意味ではですね、国民不在、という形で日本がですねこうね奈落の底にですね引きずり落とされてしまう、そういうような状況もね今の世界のねこういったこう過激な、ね、対立紛争の状況を見ていると、よっぽど、ね、これは注意しておかないと、気づいた時にはもう手遅れ、ということになりかねないと思いますね。わかりました、はい。次は東アジアのことを、ね、またお聞きしたいと思いますので、ね、ぜひぜひ、はい、今日はどうも、ロシア・ウクライナをめぐる、ね、貴重なお話をしていただき、ありがとうございました。こちらこそ。